中国雲南省の洋行。粘土瓦を生産する。乾燥させた後、釜で焼き上げた、円筒状の焼き物を2分して、瓦にする。洋行は、粘土、桂砂、石灰岩などの非金属原料を高熱処理して、陶磁器、瓦、ガラス、セメントなどのセラミックスを製造する工業。釜を使用するため、洋行と呼ばれる。釜の燃料は、伝統的には、 新炭石炭であったが、近年では石油を使用するボイラーや電気用が普及している。古代では草吹き、かや吹きであった家屋の屋根がほとんどであったが、中世からは貴族、武士、僧侶の一部で粘土瓦を使用した屋根が普及し始めた。磁器やクリスタルガラスの生産が可能になると、調度品として高く評価され、美術品としての価値を生むようにもなった。投稿。 陶芸家という職業も社会的地位を確立した。美術品内し工芸品としては、尻尾やガラスも同様である。ただし、現在の開発途上国の小規模な伝統的用業にあっては、陶器などの調度品、食器と並んで建築のための瓦の生産量が多い。近年では、用業系サイリング材と呼ばれる建築材料が普及しつつあり、 工期の速さや優れた衣装性などの特徴、大工、左官職人の不足や思考品質の安定性を求める。市場環境から小建て住宅の外壁シェアの約7割を占めるまでに市場が拡大している。ありがとうございます。